患者を引き取りに来た。厄介払いができて大歓迎だ。あいつは10年前に16人殺した。自分の妹も殺そうとした。主治医に爆破されて意識不明になったんだ。という設定になった説明だ。こいつの親戚はメイが一人いるだけだ。でもそのメイはまだ面倒見れる年じゃないらしい。え？うさぎ野郎のホラー劇場だよ。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。ハロウィン4ブギーマン復活。1988年のハロウィンシリーズ第4弾。前作では方向転換をしようとシリーズの顔であるブギーマンを登場させず、あまり人気が振るわなかったようなので、今作ではマイケル・マイヤーズ復活。ちょっとマスクの感じの変わったブギーマンは2作目以降10年間意識不明で、今作で別の病院に移送中に2作目ぶりに大復活、再び強行を再開するのだった。2までマイケルと戦ってきた実の妹でもあったヒロインは事故で死んでしまい、今作でのマイケルの狙いは自身のメイであり、唯一の血縁者であるヒロインの娘。出番は少なくなったが、相変わらず不気味なマイケル・マイヤーズの存在感は健在で、続編として良い面も多々ありますが、ヒロインもいなくなりやや失速した印象だが、ラストの大ネタのオチは1作目から見ているファンには嬉しい演出でしたよ。それでは3作目が成功していたら、この作品は幽霊の映画になる予定だったらしいネタバレ。二作目までのマイケルの妹だったヒロインはどうやら亡くなってしまったようで、取り残されたその娘はマイケルの事件のあった町の一家に引き取られたようだ。物語の裏であっさり死んでしまったのでしょうかね。本当ですかね。ヒロインの娘は家族の会話を聞いて自分が邪魔なんじゃないかと思ったり、学校では殺人鬼のメイだと罵られていじめられたりしてる。さらに血縁の不思議な力か、会ったことのないマイケルの幻影や悪夢に悩まされてるぞ。受難の人生を歩んでおりますね。一方二作目でどう考えても吹っ飛んだであろうマイケルの担当医はちょっと火傷したけど全然元気で、勝手にマイケルを移送したことを怒りに来ると、ちょうどマイケルの車が事故にあったという連絡を受ける。相変わらずあいつは人間じゃない悪魔だとか、マイケルの脅威のハードルを上げる。何十年も同じことを言い続けてますよね。ヒロインの娘の方の主な登場人物たちは、養子に入った家のお姉ちゃん家族とお姉ちゃんのアホ彼氏。お姉ちゃんは娘の面倒を見なきゃいけないので、今夜のハロウィンはアホ彼氏とイチャコラできない。アホ彼氏に色目を使う保安官の娘。一方主治医はマイケルを追う途中寄ったガソリンスタンドでなんとマイケルと遭遇。マイケルが乗った車がちょっとガスタンクにかすったぐらいで大炎上からの大爆発。確実に死ぬ勢いの爆発なんだけど、この医者は爆発に強いんだな。老体に鞭打って歩いて街に向かっていたら、やべえ感じの神父様に拾ってもらえたぞ。厄介そうな神父に乗っけてもらい、街の保安官事務所にやってきた主治医は保安官に事情を説明。マイケルが戻ってきた。最後の血縁者であるメイが狙われているっぽい。何？それは大変だ。街のハロウィン中止？大抵ホラー映画では信じてもらえない話だが、4作目までの実績があったからか話がスムーズ。さらに街の荒くれたちもいち早く危険を察知して行動しだすぞ。ホラーでは大抵登場人物がアホやってる時にやられるから、この感じは珍しいかも。お姉ちゃんたちはヒロインの娘を連れてハロウィン周りをしていたら、彼氏の浮気現場に遭遇。ちょろっと言い合いしてたら娘を見失ったぞ。そして主治医は保安官とその辺を見回ってた隙に、なんとマイケルに警察署を襲撃されていた。こいつはいよいよピンチが訪れるのか。でもお姉ちゃんと娘は何事もなく再会できたし、すぐに見回ってた主治医にも保護してもらえた。大して何も起きねえし、さっきからまともにマイケル出てこねえな。殺人鬼がうろついてて危険なので、一行は保安官の家に避難。焦る保安官の娘と浮気中のアホ彼氏。その頃マイケルは発電所を襲撃して街の電気を止めてしまうという大御所スラッシャーのスケールのデカさを見せる。ちまちま電話線切ったりするより大元を立てば関係ないもんね。町の荒くれ自警団たちはちょいちょい間違って普通の人をぶっ殺したりしちゃう。保安官の家で籠城してた一行は無線で州警察と連絡を取り助けを求める。後の伏線のため、すぐ自分勝手に見回りに行っちゃう主治医。やったわ、もうすぐ州警察の応援が来るわよ。
たるかった牢上のシーンを終え、ついに本格的に襲ってくるマイケル・マイヤーズ。彼氏は扉を開けようと銃をぶっ放して逆に開かなくなっちゃう。もたもたショットガンに弾込めてたら間に合わなかった。君は最初から最後まで何をやっとるのですか。マイケルから逃げようと屋根に登り、落っこちて気を失ってしまうお姉ちゃん。ついにマイケルとヒロインの娘だけのガチの追いかけっこが始まるぞ。ちょいちょい間違ってぶっ殺したけど、頑張って走り回っている荒くれたち。そして物語はマイケル・マイヤーズという存在は一体何なのかを考えさせられる大ネタのラストシーンへ。星 4.5 つ終わり。